どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。ウカでございます。というわけでやっていきましょう、今回は DeNA 戦でございます。勝利数18勝目を目指して頑張りましょう。試合プレイ。はい、5位のベイスターズ、我がチーム1位ですね。はい、優勝に近づきまし、もう繋ぎましょう。しっかり勝って、お、はい、援護を任せるとエースと4番活躍、あの発動素晴らしいね。あ、チームの調子良さそうですね。うん、奥井くんもかなり、絶好調なんで。あ、山口俊投手の、トース戦ですね。頑張ります。もう、ここまで来たら負けらんないっすよね。やれることはやらないと。もう、I can do it, we can do it。まあ、そんなことあって。あれ、確かなんかな。こないだ動画見返したら俺、言ってたことがあったん、何でしたっけ？パープル、始めた当初、実況始めた当初の1998か99あたりで、確か言ってたんですよね、試合前に。なんだっけ、あれ。ちょっと待ってください、今ちょっと軽く思い出してるんで。忘れちた、次思い出す。次回言う。ということで、次回のね、ちょっとお楽しみにしていただければと。なんだっけ、なんかちょっとちょっとだけ流行らせようと思ってたセリフがあったんだよね、試合前に。忘れちったなぁ。思ったより流行らないというか、なんか全然定着しなかったから諦めたっていう節があるんですよ。そういう過去があるセリフがあったんです。まあね、ぜひ皆さん何だったかってちょっと知ってる方はコメントいただければ、わからない方はぜひね、ちょっと過去の動画見てくれればと思います。別に宣伝とかじゃないんだからね、なんつって。すみません、宣伝です。ちゃんとね、久しぶりにちょっとああいうのもやっぱり言っておかないとなと思うんですよね。頑張りまーす。というわけで、ちなみに、立ち上がりはかなりいい感じですね。2点先制してくれて、さすがでエースと4番が発動すると素晴らしいですね。 OK、 3人で切りました。 OKOK、 マジック、クライマックスシリーズのマジックが20と。あ、でも阪神も23ついてんだな。やっぱりちょっともう明らかに今ヤクルト阪神の一騎打ち感が否めないですね、チームとしては。だからこそさっきのちょっと阪神戦は負け越したくなかったですね、3連戦。おっと、いきなりセンター、マジか、4番。まあ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 、ちょ、気をつけましょう。この後ね、バルディリスゲッツー取れたら最高。すごい、よくいっかな、内川さんだぜ。だ、足気をつけていきましょう。オッケー、足元は三振いただきますよ、これ。あ、通算700奪三振まであと9つ。いけんじゃねえか、これ、700奪三振。ギリギリ、あ、来た、ゲッツーか、これ。おっしゃ、素晴らしい。あー、無理だ、ゲッツーは無理にしても、まあ、いやいや。オッケー、進塁何もさせないというね。それが大事、あと9つ。おっしゃーい。残念だったね、こっちとらストレートだけなのよ。変化球投げないから、まあ、楽ですね、刺すときは。滑らせやしないさっていうね。よし、いいぞ。お、4対0。チームのこの援護があるって本当に助かりますよ。うん、楽々、ありがたい、ありがたい。おっと、これは、はい、ショートじゃない、セカンドだった、失礼。時々ショートとセカンドを間違えるんですよね。なんでこんな初歩的なミスをするのかなって考えたら、単純に実況中はこうずっと喋り続けて頭回ってないからっていうのが、正直な感想。僕的にはそうだと思うんですよ。僕はまあ、なんだっけ、容量いい人間ではないんですよ。だから、こうやって、もう、今手で、もう手でコントローラーを使って、で、マイクに、声を吹きかける。この、ちょっと、作業が難しいんです。難しいっていうか、大変なんですよね、いろいろと。ね。刺して刺してください。頭働かないの、要は、ちょっと、いろんなことを同時に進行してやると。まあ、それが実況だから仕方ないっちゃ仕方がないんですけど、そう考えたら、人気実況者さんって本当にもう素晴らしいですよね。なんというか、羨ましい、ただただ。なんであんなに頭働くのみたいな。ああいうのは、だからあれですよね、頭の回転が速い人がやっぱり人気になっていくのかな。やっぱそれすなわちやっぱ実況にテンポがあって面白いっていう風になりますのでね。負けてらんないですよ。僕もね、ぜひ頑張ってやっていきたいと思います。負けられない実況者さんもたくさんいらっしゃいますのでね。たくさんっていうか、まあ負けられないの意味にもよるかな。はい、じゃあ外角低め。スイ絶妙三振。いいですね、なんとか抑えて。さあ、そしてチームは、4-0 のまま5回、後半戦です。え ?5 回裏だから、まあまあ、ほぼ後半戦みたいなもんかな。はい、行っていきましょう。オッケー。
やっぱコントローラーの振動をオンにするとだいぶ違いますね。すっごいこう気持ちがいい、投げるときにブルンってなんか手に振動が来るんですよ。まあなんかこうすっきりするんですよね、いい球入るとなおさら。多分バッティングの方がもっとこう、ちょっと待って、マジかあぶねあぶね、今入ったと思った。うわー、あと一伸びでやられたな今。さあどうするかですよこれ。一応ここはじゃあちょっと敬遠しましょう。はい、敬遠します、敬遠。はい、敬遠、ちょっとこれで歩かせて、はい、ここですよ、満塁策、ノーアウトランナー満塁。これでもう全力ライジングして決めますよ、こう一気にヒット1本でもやられる。いいね、こう106、おっとファール、球速150160近く投げるよ。 OK、 159キロ、これゲッツー取れたら最高。よし、スイ、159キロ、いいね。160キロが出ない、きたー、素晴らしい。159キロ、あ、代打だよね。あ、梶谷さん、あー、なるほど、ここで変えてきますか。これ負けらんないね。よいしょ、オッケー、がボール球振ってくれない。じゃあもう一球ボール球入ってきた。あ、でもこれはどうだ、間に合うか。1個足速いよ、足速いけど、よし、満塁をゼロに抑えた、これでかいよ。サードがよく取ってくれた。あー、サードがじゃあギリギリ、結構足速いから危なかったね。でも感謝さん、よかったよかった。さあどうだチーム、はい、行きましょう。このまま負けられず、なんとか打順は1番に戻ってきたといったところでしょうか。スイ、オッケー、三振持ちにはこの全力が効く。157キロ、でもちょっと今回はそうですね、スタミナの消費が早いかな若干。うん、全力ライジングを使いすぎた少し。スピードは確かに出るんですけど、その代わりやっぱりこう体力の消費は圧倒的だっていうデメリットもあるんですよね。まあ、それが全力ボールっていうんですけど、いや、そのスタミナ配分だよな、やり方としては難しいところがあります。 OK、 よっしゃ、そして、低めにポン、 OK、 あ、ダメだ、 OK じゃねえや、センター前。見事にやりますな。はい、行きましょう、次押さえる、次押さえる。いや、内川、今日内川にボコボコにやられてんだな、あんまり良くないわ。スイ、もうボール球振ってくれたら嬉しい。選球眼持ちか、これすごい、ちょっと打ってくる、ちょっと、うーわー、内川に対して猛打賞、ちょっとまずいですね。いや、ここバルディリス抑えましょう、こう完封目指したいよ、できるだけ。うい、やーべー、またセンター前、また満塁か、やばいな。あー、ちょっと待って、ランナー帰ってきた、嘘、あー、しまった。ちょっと天を仰いだ瞬、仰いだんですよ、今、ちょっとこれ、やべえっつって、それで画面を見たら、ね、三塁ランナー突っ込んできてるっていう、やっちまったー、うわ、雄平の肩でも間に合わずか。はい、今回失点1失点、打って、ちょっと待って、ちょうだい、大丈夫、奥井さん取って、よし、OK、いいね、ファンサービス、あぶねえ、焦りましたよ。さあ、そして、試合は、一応、まあ、完投かな、完封はもう無理なんで。あ、でもどうだろう、スタミナ的に完封は無理かもしれん。ちょっと関東じゃない、関東は無理かもしれないですね。ちょっと、まあ、勝利条件は整ってるんですよね、一応勝利投手の条件は持ってるので、あとはどこまで抑えられるか。中継ぎにやっぱ抑え任せたいですよね、この後は。しっかりと OK、 さあ変わるか、あ、変わらない、代打か。700奪三振、あと3つか、あー、でも3つか、頑張ってみましょうか。ちょっとここはね、1つでも多く減らして全力ライジングをちょっと叩き込もうじゃないか。うわりゃ、素晴らしい、156キロ、いい球走った。さあどうだ、あとは任せたと。うわっと、焦ったー焦ったー、今ちょっと急になんか点が急に入ると驚きますよね。はい、いただきました、関東と、関東ではないです、ただ勝利投手ですね。1失点かな、とりあえず俺としては。まあ、割とね、満塁とか結構多かったんで危なかったですよ。でも18勝いただきました、イエイと。危なかった、はい、なかなか良かった、ありがとうございます。調子良かった、いやー、良かった良かった、かなり良かった。お、コントロール1段階アップ、嬉しいね。スタミナそんな使えませんでしたね、やっぱ完投しなかったおかげか。そんなことないから、普通半分は使えましたから。ちょっと休みましょうか、休息です。さあ、そして、あー、負けた。さあ、どうだ、あ、
レーズンサンド、クリームとレーズン来たはずの菓子。へえ、そうなんだ。調子上がった、嬉しいね。勝った、よーし。で、はい、お金1000、うわすげえ桁の数が入っ金が入ってくるんだよな。やっぱプロってすごいね。ちょっとフリーですね、出かけようかな。お出かけしてどっか遊び行きます。さて、ここら辺、これ東京ドームの近くかな、おそらくは。あ、違う、ちゃんこ屋があるから違うわ。どうしようかな、ちゃんこ屋行こう、とりあえず。うん、体力の面でもやっぱり食っといた方がいいかなと。はい、もう常連さんですよ、ちゃんこ屋の。うい、はい、ストレートちゃんこなんていう、ちょっと、新メニュー出したらいいんじゃないかなってちょっと思うけど。それ売れるんじゃない？ここまでストレートだけで買ってんだぜ、つって。さあ、そして、こちら、はい、8月28日、デーゲームですね。巨人戦、次回へ行きたいと思います。目指せ20勝、お楽しみに。じゃあね。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。スマートフォン、タブレットからご視聴の方は登録ボタンをタップしてください。パソコンからのご視聴の方は動画詳細のリンクより登録できます。ニコニコ生放送でも活動していますので、ぜひ見に来てください。またよろしければ Twitter の方もフォローしてください。動画の更新状況や生放送の情報などを投稿しております。また次回会いましょう。じゃあね。